北朝鮮人権問題とは、朝鮮民主主義人民共和国当局による拷問、公開処刑、外国人拉致、意思表示の権利剥奪、強制収容所、300万人以上と言われる国民の餓死、脱北をはじめとする各種の圧政、人権侵害に関する問題。北朝鮮には、多数の政治犯収容所が存在し、 自国民を、しばしば裁判抜きに殺害しや姿性を引いているほか、他国の主権侵害行為である、拉致行為も行っている。監視や脱出者の多数の証言によれば、北朝鮮各所にある強制収容所では、日常的に裁判なきまま収容者が殺害されている、ほか、収容所内での餓死や病死も多い。北朝鮮政府は収容所の存在を認めていない。また、政府幹部が、 多額の政府予算により贅沢な生活を送る一方、国民の生活は極度に困窮し、現在でも毎年数万人以上の過死者が出ている。秘密警察により、政府を批判する者や、批判的な者、日本からの帰国者など、反政府活動を行う可能性があるとされた、国民が数万人以上が収容所に送られ、その多くが正式な手続きはないまま殺害された。 言論の自由や報道の自由、政府批判、自由選挙、信教の自由、その他の基本的人権は政府幹部を除き一般国民にはほとんど認められていない。強制収容所に15万から20万人が拘束されるなど深刻な事態が存在する。北朝鮮の創設者である金日清は体制に反対する人々の公民権の概念を拒否した。 北朝鮮には正式な公民権に関係なく政治的及びその他の可能性のある違反について朝鮮人を監視する情報提供者の広範なシステムが張り巡らされている。国際連合人権高等弁務官事務所は北朝鮮で定期的に発生している広範な人権侵害を公式に認めている。2005年11月の国連人権決議では北朝鮮における 特定種類の人権侵害について一家のように言及している。北朝鮮は2000年頃から公開処刑を国際的な批判を受け控えていたが2007年10月に再開した。公開処刑された有名なものには麻薬密売と横領の罪で有罪判決を受けた公務員が含まれる。殺人、強盗、強姦、薬物取引、密輸、海賊行為、 破壊行為などの罪で有罪判決を受けた一般人も主に銃撃隊によって処刑されたと報告されている。北朝鮮政府は国内の犯罪統計を公表していない2007年10月、韓国の援助団体 Good Friends の報告によると、工場の地下室に設置された13台の電話機から国際電話をかけられた平安南道の工場長が、 15万人の監修の前で銃撃隊によって公開処刑された。また、観客が去った後に急遽6人が処刑されたと報告した。別の例では国境を越えて中国へ渡った脱北者15人が公開処刑された国連総会第三委員会は公開処刑も含めた北朝鮮政府による多くの人権侵害の報告に非常に深刻な懸念を表明し、 50カ国以上が共同提案した決議案を採択した。北朝鮮はこの決議案が不正確で変更していると非難したが、それでも192加盟国による国連総会における最終投票に伏せられた。2011年には韓国から国境を越えて飛んできた宣伝チラシを取り扱った罪状により、500人の監修の前で2人が処刑された。これは、 近正日の息子金正恩が後継者としての地位を確立するためのイデオロギー的支配強化キャンペーンの一環として行われたとされる2018年から2020年の間は公開死刑執行を減らす代わりに非公開で死刑執行が増えていたことが指摘されている。2019年6月ソウルに拠点を置く人権団体暫定司法ワーキンググループは 公開処刑が行われた北朝鮮の拠点のうち少なくとも323地点を特定したと主張した。グループは処刑における最も一般的な容疑は銅と家畜を盗む活動であり中国に違法に渡るからであると説明した。北朝鮮では2020年12月に成立した反動的思想文化排撃法により韓流のルフに対して死刑にできるため 公開による執行が再び増加している。北朝鮮における政治犯収容所と一般的な刑務所の位置を示す地図。2014年国連人権理事会の下で北朝鮮人権調査委員会が発行した地図。多くの機関によれば北朝鮮の強制収容所は過酷で生命に関わる状況にある。加えて囚人たちは 北朝鮮当局により拷問や非人道的な扱いを受ける。公開処刑ないし秘密裏に行われる処刑は、特に脱獄を試みる者に対してはその子供たちをも対象にしており、小殺しがしばしばなされる。死亡率は極めて高く、それは多くの囚人が飢餓に陥り、疾病を患い、労働災害、もしくは拷問に遭うからである。北朝鮮政府は、 刑事訴訟法で禁じられているからと主張して、収容所内での人権侵害の申し立てをすべて完全否定しているが、元囚人たちは収容所には全く別のルールがあると証言している。北朝鮮政府は、囚人や収容所に関する情報を提供することもなければ、いかなる人権団体へのアクセスも許可してこなかった。李順玉は2002年、北朝鮮の刑務所システムにおける、 彼女の扱いに関する詳細な証言をアメリカ連邦議会会員に提出した。彼女は声明文の中で私が1987年に到着した時にそこにいた6000人の囚人のほとんどは私が1992年に釈放されるまでの間厳しい刑務所の条件の下で静かに死んでいったことを証言すると述べた。強鉄官のような他の多くの元囚人もまた 北朝鮮の強制収容所における人権犯罪について詳細な証言をしている。海寧強制収容所の警備兵であった安明鉄の証言によれば、警備兵は飛行禁車を人間以下のものとして扱う訓練を受けている。彼はある収容所で牛の糞の中から回収したトウモロコシの実を誰が食べたのかをめぐって争う収容所の子供たちの話をした。 北朝鮮の刑務所収容所施設は、政治集を収容する大規模な強制収容所と、再教育のための収容所に対別することができる。2020年10月19日、ヒューマンライツウォッチは、北朝鮮における裁判前の非公金者の拷問、虐待及び、非衛生的状況を承実した、動物由い価値が低い、北朝鮮の裁判前公金における虐待と適性、 手続き犯と題する88ページの報告書を発表した。そして、不透明な刑事司法制度を明らかにし、恣意的、暴力的、残酷にして、品位を傷つける、北朝鮮の捜査体制のあり方を強調した。政治衆のための強制収容所北倉、気を使いねえ化状、海川洋徳北朝鮮の強制収容所、政治的犯罪で告発されたり、 政治的に信用できないとして避難の対象となる人々のための強制収容所は国家保衛省によって運営されている。政治集は歴史的に家族も責任を負う連座制の原則を受け有罪判決を受けた政治犯の禁止者も政治的犯罪者とみなされ抑留されてきた。しかし1994年以降は この家族的責任の原則はほぼ放棄されるに至った。強制収容所は北朝鮮の中央部と北東部に位置している。それらは外の世界から完全に隔離された人里離れた山の谷に多くの受刑労働キャンプを構成している。囚人の数は総数8万から12万人に及ぶと推定されている。 アカルトク強制収容所と北倉強制収容所では二つのセクション、すなわち一つは生涯拘束されることの決まった政治集の収容、もう一つは囚人が最終的に釈放されることを漠然と望みながら長期刑に服す再教育のための収容とに分けられている。囚人たちは工業内し農業において原始的な手段を用いて過酷で危険な奴隷労働に、 従事することを余儀なくされている。食料を配給はごくわずかなので、囚人たちは絶えず飢餓の危機に瀕している。これは過酷な労働と相まって膨大な数の死亡につながる。推定では、囚人の40%が栄養失調によって死亡している。また、多くの囚人は労働災害、倒傷、拷問などに苦しんでいる。 収容所には厳格な処罰制度があり、仕事の遅い囚人や命令に服従しない囚人は、殴打されたり、拷問を受けたりする。食料を盗んだり、脱走しようとした場合、囚人たちは、見せしめのため公開処刑される。当初は、約12の政治犯収容所があったが、一部は合併、または閉鎖された。例えば、環境北道にあった穏やか城強制収容所は、 暴動に失敗して、およそ5000名の囚人が殺害された1987年以降に閉鎖された。今日、北朝鮮には政治収のための強制収容所が6カ所ある。収容所のほとんどは元囚人の証言に基づいて記録されており、すべての収容所の経緯度を示す座標と衛星画像が利用可能である。再教育キャンプ開花は全教佐藤新宇宙。 江東橋川五郎海嶺、観光古式山流丹北朝鮮の強制収容所、犯罪者のための最強育キャンプは社会安全省によって運営されている。一般的な犯罪と政治犯罪の間の壁は低いというのは影響力のあるパルチザンの悪い側に乗る、人々はしばしば虚偽の告発に基づいて非難されるからである。その後、彼らは拘置所に送られ、 残忍な拷問で脅迫され、虚偽の自白を強いられた。その後、短期の公開裁判で長期の実刑判決が下される。北朝鮮では、越境から政治秩序の敏乱まで政治犯罪が大きく異なり、厳しく処罰される。飢餓と拷問を伴う刑務所の劣悪な環境のため、囚人の大部分は刑期を全うすることができない。最教育キャンプは、 高い壁に囲まれた大規模な刑務所の建物の複合体である。囚人の球場は政治集向けの管理所のそれと変わらない。彼らは刑務所の工場で奴隷労働を行わな,なければならない。彼らが仕事のノルマを達成できない場合は拷問され、立ち上がったり、完全に横になったりするには小さすぎる、特別の独房に何日も閉じ込められる。 政治集の強制収容所とは異なり、再教育収容所の囚人は、仕事の後に、イデオロギー的指導がなされ、近日生と近正日の演説を暗記し、自己批判の儀式を受けることを余儀なくされる。多くの受刑者は、他国でも罰せられる一般的な犯罪を犯しているが、その多くは、違法な国境通貨、食料の窃盗、違法な小取引といった、 経済的必要から引き起こされた罪である。北朝鮮にはおよそ15内し20の再教育用、収容所がある。そのうち2箇所は、経営移動の座標、衛星画像、元囚人の証言により、全容が記録されている。他の収容所は、元囚人の短い証言により記録されている。さらに価値こさと強制収容所があったとされる。韓国の人権活動家、 李潤玉は収容所で過ごした日々に関する本、尾のない動物の目、北朝鮮女性受刑者の回想録を書き、米国上院の前で証言した。2014年10月、北朝鮮は労働収容所を持っていることを初めて認めた。北朝鮮外務省のチェミョンナムは、法律と実務の両方で、我々は労働収容所、いや拘置所マイナスを通じて、改革を行っている。 そこでは人々はその精神を通じて改善され不正行為に目を向けていると述べた。朝鮮戦争後の数十年間に北朝鮮は韓国人と日本人を中心に多くの外国人を拉致したという報告がある。9人のヨーロッパ市民と数人のアメリカ合衆国市民も北朝鮮に拉致されたという多くの証言がある。何年もの間、これらは 体制側の多くの論者によって陰謀論、デっチ上げとして片付けられてきた。しかし、2002年9月、金正日総書記は、1977年から1983年までの6年間に、日本国民を拉致した北朝鮮の特別機関の関与を認め、日本の小泉純一郎首相に主権侵害があったことを部分的に認めた。金総書記は、日本政府が、 北朝鮮が拉致したとする17人のうち13人の日本人を拉致したことを公式に認めた。そして彼は責任者が処罰されたとして拉致問題は解決したことを主張した。生き残った5人の拉致被害者は日本への訪問を許され彼らは北朝鮮に戻らないことを決意した。さらに8人の日本人拉致被害者については北朝鮮当局は 事故や病気による死亡を主張した。日本側は死亡したとされる後の目撃証言があることからこれを否定し、特に北朝鮮が横田恵の遺骨だとして差し出した遺骨については調査の結果彼女のものではないとしている。金正日が小泉首相に対し犯行を認めたにもかかわらず、北朝鮮政府は他の外国人の誘拐を否定し続け、 拉致の疑いのある事件を調査するための協力を拒否している。2017年、元日本人拉致被害者のハスイケ・カオルは、日本の首相は再び北朝鮮を訪問する必要があると公言し、安倍晋三首相に対し、2002年の日朝平壌宣言を利用して、北朝鮮と日本の間で続く拉致問題について話し合うよう促した。韓国政府当局者は、 486人の韓国人が朝鮮戦争の終結以来拉致されたと考えられていると主張している。支援者たちや家族は政府が彼らが自由を得るためにほとんど何もしていないと非難している。韓国は北朝鮮での拘束を受ける韓国人拉致被害者480人を公式に認めた。その後も2000年1月16日、 中国にいる北朝鮮工作員は、韓国人牧師金東職を拉致し、2004年8月8日には、脱北した朝鮮人女性人ギョンスクを、再び北朝鮮に連行し、拷問を加えた上で彼女を殺害した。2013年11月、朝鮮戦争中に北朝鮮に拉致された韓国人の家族で構成される市民団体、 韓国戦争拉致被害者家族協会は北朝鮮の指導者金正恩を国際刑事裁判所に出頭させると述べた。2005年12月16日には国連総会本会議において北朝鮮の人権状況決議が採択された。欧州連合提案の決議案はスイスジュネーブの国連人権委員会で2003年から3年連続で採択。 しかし事態が改善されていないとして2005年に EU は国連総会に提出。決議案は EU が策定、日本や米国などが共同提案国となった。人権問題を扱う総会第三委員会で11月に採択され本会議に送られ賛成88、反対21、危険60で採択された。2006年12月20日には 国連総会本会議において北朝鮮の人権状況決議が賛成99、反対21、棄権56で再び採択。北朝鮮政権による組織的な人権侵害が広く行われ、拷問、公開処刑、打体強要、外国人拉致、意思表示の権利剥奪などを非難し非常に深刻な懸念を表明する内容。 外国人たちを未解決の問題とし、他の主権国家の国民の人権侵害との表現も、加え非難を強めた。北朝鮮内での女性の人身売買なども合わせ、組織的で広範かつ重大な人権侵害への懸念を表明し、国連事務総長に包括的報告を行うよう求めている。決議に法的拘束力はないが、北朝鮮の人権状況改善や、 拉致問題解決を求める国際社会の意思を改めて示した。決議は日本と EU が主導して提出し、韓国は昨年の棄権から今回賛成に転じた。中国とロシアは反対票を投じた。北朝鮮は国連の特別報告者による入国調査を認めず、国連のすべての避難決議を拒否するとの態度をとっている。ただし、 北朝鮮の核問題と比べると北朝鮮の人権問題は日本を除いて世界中の国からほとんど無視に近い状態にあるとヒューマンライズウォッチは報告している。2007年3月6日に米国務省が発表した世界各国の人権に関する状況をまとめた年次報告書でも日本人拉致問題に言及したほか北朝鮮について世界で最も孤立し 抑圧的な体制だと非難。北朝鮮国内にある強制収容所に推定15万から20万人が拘束されているとして、金正日の独裁体制を批判。北朝鮮の人権状況は、依然悪く、おびただしい数の深刻な人権侵害が続いていると指摘。裁判によらない死刑の執行、拉致、政治犯を含む、 恣意的な拘束が続いているとし、市民に自らの政府を転換する権利はないとした。政治犯を取り巻く状況は過酷で、生命に脅威を与えるものだとし、拷問も日常的に行われていると指摘。北朝鮮を脱出して中国に入国する北朝鮮住民の数は2005年に減少して以来横ばいだが、現在でも数万人が中国国内に滞在し、 貧困のため北朝鮮の住民が娘を中国に売り渡し囚人や売春婦のような生活を強いられていると報告している。このほか北朝鮮はポーランド、モンゴル、ロシア、リビア、サウジアラビアなどに労働者を派遣。チェコでは約400人の北朝鮮出身の女性が医療や比較産業で働いている。労働者の給料の大半は北朝鮮当局に支払われており、 労働者は北朝鮮の監視を受け生活圏外への移動の自由もないと非難している。また、中華人民共和国政府は中朝国境地帯で北朝鮮を脱出した住民を強制送還していることも深刻な問題とし、中国は脱北者を適切に保護していないと批判した。北朝鮮の国勢調査に基づく推計によると、 苦難の行軍と呼ばれた1990年代の北朝鮮大基金の結果、24万人から42万人が死亡し、1993年から2008年の全期間における過剰死亡者は60万人から85万人に上った。基金は北朝鮮政府の経済政策の結果として、または意図的なテロキ画としても表現されている。 共産主義国書の共著者であるピエール・リグロは、10万人の死刑執行、強制収容所での150万人の死者、飢饉による50万人の死者を推定し、合計210万人の犠牲者に達するものと推定している。北朝鮮では1994年に飢餓が発生し、1996年、1997年、1998年の3年間で、 大量のガシが発生し、それは1999年まで続いて、総計300万人に上るという推計もある。朝鮮戦争中、北朝鮮軍は南部占領の最初の3ヶ月間に2万9000人の民間人を粛清したとされる。パクヨンミ、ありがとうございます。